武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。今回は愛知県立大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、学部によって回答する問題が異なっており、外国学部と韓国学部は、大問1の現代文のみ、そして日本文化学部と教育福祉学部は大問3つ、原文、古文、漢文すべてを回答する形式となっております。で、問題の中心は基本的にすべて言語間、共通で、論述形式のものが多いですね。で、現代文に関しては漢字の書き取りもありますので、まあ、漢字の練習もしっかりやっておきましょう。そして、説明問題と、まあ、本文字の言葉を用いて、内容を書く問題、が書いてあると、まあ、基本的にここの、問題は言語間すべて共通で、本文内容を理解しているかどうかを聞く問題が非常に多く、出題されております。なので、まずその要約練習っていうのが必須、やっておいた方がいいかなとは思いますし、まあその上でその設問ごとに字数が結構その異なりますので、まあ、字数に合わせた対応という部分ができるようにしておく。要は字数による対応っていうのは書ける量が違うということは、書かなきゃいけない要素自体もその量が変わってくるって話なので、この字数だったらどれぐらいのこと書けばいいのかな、この字数だったらどれぐらい足さなきゃいけないのかな、みたいなことが、まあ、調整ができるようにするということを心がけておくと、いいかなというふうに思います。で、文章難易度に関して言うと、まあ、センター試験の文章を読めてれば普通にいけるレベル、ではあるんですが、その要約練習する参考書となると、まあ、マーチレベルとか地方国立レベルの参考書、まあ、具体的には現代文読解の開発講座あたり、やっておかないといけないって話になりますので、まあ、基本的には地方国公立ルートの参考書を仕上げておけばいいかなというふうに思います。で、そのどの問題に関しても問題回答するで終わりにするんじゃなくて、要約練習をちゃんとやっておきましょう。で、簡単な文章でも要約はまだできないよっていう場合には、現代文キーワード読解の要約から始めていくといいかなと思います。で、古文に関しては省略を補った上で訳す問題や、まあ、文法の用法を説明する問題などが出てきております。で、まあ、基本その現代語訳して省略部分を補ってちゃんと内容を分かっているかどうかっていうのがしっかり対応できれば十分回答できますし、文法問題に関してはまあこれもセンターやってれば普通に対応できるレベルかなというふうには思います。で、気をつけなきゃいけないのは古文、漢文もそうですけれども、なんというかダイレクトにそのまま訳しても点数もらえないか減点されるんで、ちゃんとその省略部分とか人物関係は補った上で、まあ、人から読んで分かる回答になってるっていうもの、思い込みとか省いてしまった回答にならないというふうに意識をするように心がけてください。で、漢文に関しては、書き下し文、なども、入ってきますので、まあ、あと返り点と送り仮名振るような問題も出てくるので、まあ、訳せればいいというだけじゃなくて、ちゃんとその、文法、句法ですね、句法の要素もちゃんと、押さえてやっておかなければいけません。で、これに関しては、まあ、漢文早覚え即答法、などで、知識的には十分、にはなります。で、なので、こちらに関して記述でも対応できるようにしっかり練習しておくと、要はセンターの勉強だけで、記述向けにチューンアップされてないっていう場合にはそこをしっかり修正するっていうことを意識してやっておくってことですね。読解そのものに関しては今まで読めていることがちゃんと、回答にできれば、もちろんある程度回答はできるんですけど、ただそれがおそらくその記述練習してないと、そのどこで減点されるとか、どこを書いたら点になるっていうことがなかなかわからない部分であるので、やはり回答、記述回答が練習できる参考書、まあ、キャンパスとかですね、まあ、時間に余裕があれば得点出してやってもいいんですけど、あれだと正直問題文の方がその過去問より難しくなってきてしまったりするので、まあ本当に余裕がある人向けていいかなと思うので、基本的には、まあキャンパス中心にやっておけばいいかなというふうには思います。で、時間的にはそんなに厳しい試験ではないので、まあ、時間ゆっくり使って内容をまとめて、で、まあ、抜けてる内容とかをちゃんと補って、まあ、点がもらえる回答を書くという練習を心がけておきましょう。で、まあ、現代文のみの学部、言語間全部各学部それぞれありますので、まあ、それに合わせた対策をしっかりやるように心がけてください。以上が国語の勉強となります。逆転合格 .com 受験生の皆さんが気になる参考書の使い方やカリキュラム全て公開中です。役立つこと間違いなし。ぜひ皆さん見に来てください。
そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでください。